ルキウスイテリウス、ルキウスイテリウスウェテリスは、ローマ帝国、ユリウス・クラウディウス長期の政治家である。父は、クワエストルを務めたプブリウスイテリウスであり、四人の兄弟の末の弟にあたる。テベリウス帝地政下の三十四年に、失政官に選出され、三十五年からシリア属州総督となった。 36年からユダヤ属州総督であったポンティウス・ピラトスの公認としてユダヤ属州を治めた。カリグラザイージは彼を神と崇め機嫌を取った。クラウニウス帝の王妃、メッサリナからも信任を得て43年と47年に再び失政官となった。皇帝のブリタニア遠征中はローマを任されメッサリナが失脚してショーアグリッピナが クラウディウスの王妃となった後も影響力を維持し、48年には、ケンソルとなった。しかし、元老院から反逆罪で告発され、訴訟中の51年に、脳卒中で死去した。死後、ウィテッリウスへの告訴は取り下げられ、国葬とされた。ウィテッリウスには二人の息子がおり、アウルスは69年に、皇帝即位、同盟のルキウスは48年に、 執政官へ選出された。ありがとうございます。